いいね。続いては青葉区北目町にある中国飯屋チクチク。麻婆焼きそばが有名なこちらのお店の新元号記念メニューとは？はい、お待たせしました。はい、ほー、カレー麻婆焼きそばです。カレー麻婆焼きそば。はい、ネーミングから味はイメージできますが、新元号とはどうつながるのでしょう？カレーでしょ、うん、すごいカレーの味がします。すごいカレーなんですよね。ちょっとピリ辛ですね。そう、ちょっと辛いの。いろんなスパイスが入ってるんですね。そう、スパイスがもう本当にいろんな、もうカレーので、あの、あんかけだから、片栗粉で、なるほど、うん、はい、ちょっと普通のカレーとはまた違う。この麺がやっぱパリパリしてるし、あともちもちもしてるので、うんうん、このカレーの麻婆味ととっても合いますよね。合いますよね。それはそうと、新元号との関係は？カレーは焼きそば。カレーは？うわー、やってしまったご主人、それはダメだ。ということではなくて、実はこのメニューは新天皇に即位される現在の皇太子殿下の誕生日と同じ2月23日に発売開始したとのこと。で、カレー、まあ、カレーはまあまあ好きだったっていう、私が。なるほど。ちょっと難しかったね。ちょっと難しかったですけど、まあ美味しいんで結果オーライです。いいでしょう。